この動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作った動画、北陽と選手を紹介する動画はご覧になりましたか？見ていないなら、別にご覧にならなくていい。このチャンネルでは野球の楽しさを変な角度からお送りするぜ。面白かったらチャンネル登録してください。マリサ、ギネス世界記録って知っているか？しょうもない記録からすごい世界記録までを扱った記録だぜ。日本プロ野球にもギネス記録保持者がいるのは知っているか？そうなのか？今回はプロ野球のギネス記録を紹介していこう。まずは王貞治さんの通算本塁打868本だ。まあ、有名どころだぜ。ただ、メジャーと日本プロ野球のレベルの違いから参考記録として扱われているみたいだ。参考記録だとしても十分すごいと思うぜ。続いては河合正広さんの通算533犠打だ。ホームランにしてもこのバントの記録にしても抜ける気がしないぜ。ちなみに河合正広さんの犠打成功率は9割超えだ。そして、高校では4番バッターだ。プロでやっていくにはさらなる武器が必要だったりするんだな。次は金本智明さんの1492試合連続フルイニング出場。怪我しながら出場して片手でヒット打ったりする鉄人だぞ。単純計算で10年ぐらいは休まずに試合に出続けたのはすごいぜ。田中将大選手の1レギュラーシーズン連続勝利記録、レギュラーシーズン連続勝利記録、連続勝利記録も、忘れてはいけないな。圧巻のピッチングを見せつけてくれたぜ。他にもイチロー選手の記録や五輪での伊藤智人さんの通算27奪三振、ヤクルトスワローズの1試合11連続安打なんかがあるな。どれもすごい記録だぜ。個人的に一番すごいと思ったのが番長の、プロ野球投手による安打最多連続年数。24年間連続でヒットを打ち続けれたのはすごいぜ。記録もすごいが、24年間第一線で活躍し続けられたのが本当にすごいと思うぜ。そうだな。記録は破られるためにあるものだが、ここの記録は相当破るのが難しそうだ。本日はここまでだ。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ここまでご視聴、ありがとうございました。